どうも、てっぺいチャンネルです。前回ですね、王ひょうたんの仕掛けを100個100個ですかね、200個仕掛けたので、翌朝、今何時ですかね、吉田さん、吉田さん、何寝てんすか。ちょっと朝ダメなんだよ。いや、吉田さん、痛い人見た。昨日飲みすぎちゃってさ。いや、ドリフじゃないんだから。今何、4時ぐらいね。4時ぐらい、4時です今。じゃあ暗いうちからね、明るくなると。吉田さん、大丈夫ですか。昨日飲みすぎちゃったから飲みすぎちゃったからちょっとね、こんななってね、明るくなるとね、カラスのやつ目がいいから、カラスにやられてしまうので、暗いうちに。吉田さん、大丈夫ですか。昨日飲みすぎちゃった。それでは行ってみましょう。張り切って取れるか、果たして。行きましょう。お互いこのカップをね、100個ずつ仕掛けて、その中でまず数と、あとサイズ、この2つを競うと、こういう形になってるので、紙コップの色はね、俺は白、吉田さんはクリア、透明ね。これで勝負だから、もうすぐ見たらどっちが仕掛けたか分かるんで。歩いてるのを見つけたんだけど、あの下がってる、食べたり。うわー、すげー。なんかいますか。白いのめっちゃいる。あ、これダンゴムシやん。ダンゴムシですね、これ。これ船虫じゃないですか。え、船じゃないよ。あ、でも黒いの入ってるな。うん、クロスケがいるね。あ、かけてる。いねえよ。いないですか。なんだこれ。いねえ。で、これは肥やしにしてあげて、ピッてやって、これだけ回収。ハサミムシばっかりだよ。ハサミムシばっかり。あ、本当ですね。ハサミムシばっかり。逆にハサミムシ取りてえときはこれだな。ひっくり返して、ひっくり返して、で、これ埋めておこう。はい、そしたらまた栄養になるってことですね。そうそうそう。で、ハサミムシは出てくるから、自力で、はい、よし、行こうか。あ、あの離島もやったんじゃないかな。ここもいないですか。いない、ダメだ。オサムシもときいました。標本で1000円ぐらいで売ってるね。ほら、黒いやつが3ついるだろ。はい、うん、これなかなかいないんだよね。あの普通のオサムシよりもちょっとクワガタチックな、こういう俺を標本で持ってるよ。へえ、こういうとこじゃないといないから。チビギネス、チビギネス、チビギネス。ほら、うわ、ひょうたんゴミ虫だから。ちっちゃい、すげえ。うわ、ちっちゃい。ひょうたんゴミ虫、これはちっちゃいね。俺こんなちっちゃいの初めて見た。いい、これ割り箸とかあったらやっぱり、はい、ほら、ちっちゃい。いいっすね、でもね、うん、これよく図鑑で言ってるサイズだよ。こんなちっちゃいの初めて。ちなみにこの紙コップは透明なんで、私、吉田さんのです。じゃあ、俺こっち離島に仕掛けたから。離島はダメだな、ダンゴムシばっかりだな。ダンゴムシだらけだよ、離島は。離島ダメだな。これね、よくあの バナナトラップとかもさ、はい、あのこういうトラップなんかも回収しないで、例えば放置したまま。そう、釣りなんかもさ、はい、あの釣り糸とか針とかそういうのをルアーとかを放置したまんま、ぐちゃくずみたいにして捨ててる人いるでしょ、はい、絶対回収しないとダメ。自分の把握できる数以上設置しないようにっていうことですね。もちろんね、その辺もあるよね。てっぺちゃん、この辺あるよ。てっぺちゃん、ここオオムカデ。オオムカデ、すげえ、でかー、やばくね、これ。うわ、すごっ。ムカデ屋さんは、これはもう、ムカデ屋さんっていうのもいる。いるいるいる。あんなもう俺はいらんけど。この辺てっぺいちゃんのね、はい、うん、俺のはね、それなんだけど。あ、いたいた。ほら、こんな感じで落ちるんだよね。おお、ひょうたんゴミ虫。これはもうちっちゃいね。これでも小さいんすか。うん、びっくりするぐらいちっちゃい。なんか海にいる方の虫と大きい方の感じがするんです。もう最大だけどね。大ひょうたんゴミ虫。大ひょうたんゴミ虫、うん、大ひょうたんゴミ虫の特徴は、うん、まあどう見てもクワガタだけど、クワガタではない。大顎があって背中に筋があるね。はい、やっぱダメだな、これ離れやっちゃダメなんだな。いや、離れっていうか、どっちにしろあれだよ、いないよ。こっちだっていないもん、全然。明るくなってきました ね。カラスが来る前に回収しないと。カラスは餌を食べるんですか、それとも虫を食べる。あの虫も食べるし、この
サナギ粉、はい、こういう油もんっていうかさ、こういうの必ず大好きだから。あ、厳しいね、今年はもう虫全般厳しいからね。はい、やばいぞ、てっぺんトラップにまだもうひょうたんいねえぞ。カニが入ってる。え、カニ本当だ、まだ脱皮したばっかりだね、これね。あ、色が薄いね。脱皮した、脱皮したばっかり。いましたか。またちっちゃいね。ほら、やっぱり今年おかしいよ、ほら。ちっちゃい。ほら、こんなちっちゃいの珍しいぐらい。これメスだね。ちょっと顎がちっちゃいから。これメスですか。ああ、やっぱり今年おかしいね、ちっちゃいね。ちっちゃいし、いないし。いた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 。いた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 、いたぞー。大ひょうたんゴミ虫、大ひょうたんゴミ虫。まあサイズはちょっとね、あともう一声って感じだけど、でもいいね。とりあえず一匹目。うん、とりあえず一匹目ゲッチュ。大ひょうたんゴミ虫ゲット。このクワガタに負けない大アゴ、本当にクワガタっぽいですね。あ、これで終わりですよね。あとそこ鉄壁が仕掛けてある。ダンゴムシで大変なことになってたよ。本当に、うん。あ、でもここにモドキがいると、こっちすげえな、ダンゴムシ。その中に埋まってるかもしれないからさ。はい、すごいね、これ。あ、うん、ムカデ、ムカデとクロスケとダンゴムシと。ダメですね。いいよ。以上。はい、とりあえずですね、2カ所に仕掛けたんですけども、1カ所が今終わりました。だいたい今50ぐらいずつ仕掛けたところだね。あと第2ポイント、はい、まあ、そっちの方がちょっと取れると思うよ。本当ですか。うん、よし、じゃあちょっと巻き返しに期待しましょう。うん、じゃあ第2ポイントいってみます。ダメだ、またモドキだ。オサムシモドキばっかりだな。え、モドキか。いっぱいいるね。モドキいっぱいいますね。ダメです。ちょっとここまでいないとちょっとへこむね。なんかこっちはダンゴムシすら入ってないですね。ね、おかしいね。こっちの方がいるんだけどね。数百メートル離れただけなのにこんな違うんですね。その時のでは条件だね。ああ。いろんな条件で。だからこっちの方がいっぱいいる時もあるわけ。で、だから今回がこっちの方はいないんだよね。厳しいね。何もいない。吉田さん、吉田さん、はいはい、なんか海で他に取れる昆虫とかってあったりするんですか。さっきからいるほら、あのクロスケ、はい、名前なんだかちょっとど忘れしちゃったけど、クロスケと黒い、まあ、ちっちゃいですね、はい、あとオサムシモドキ、はい、それと、まあ、いろんなゴミ虫と、はい、今全然いないんだけど、ちっちゃい、もう本当にちっちゃいあのヒョウタンゴミ虫がいるんだよ、はいはいはい、すごいちっちゃいのが、それが取れるの、それが全然いないんだよ。ヒョウタンもちっちゃいのがちょっといるだけだろ。はいはいはい。あとハサミムシとダンゴムシと、はいはい、ね、あとムカデとかね、あの昆虫じゃないけど、そういうのも厳しいんだよね。はい、結果発表いいでしょうか。はい、で結局第2ポイントでは2人ともゼロだったので、吉田さん3匹、鉄平1匹で、カズ吉田さんの勝ち。カン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 ですね。ちょっとでかいね。はい、サイズ、てっぺーサイズ勝ちました。やったちょっと悔しいでしょ。でかいね。でかいです。で、あ、オスだ。いいサイズで、ほら、例えばさ、俺が取ったのと比べてみ、ほら、こいつと体積倍ぐらいは違うね。はいはいはい、ほ、うんと大きいっすね。うん、全然違う。結構大ひょうたんの伏せって特徴的じゃないですか、うん、こう、バチバチなってて。だからこれこうなるんだよ。怒るんね、こうなる。いいやつだよ。やった。うん、45ぐらいじゃない。ありますかね。45、43ぐらいかな。あ、40ありますよね。40あるね、うん、軽く。やったね。オス、どう見てもクワガタだろ。クワガタっすね。海でクワガタ、どう見てもクワガタだよ。海でクワガタ海でクワガタ、嘘じゃないでしょ。嘘じゃない。大ひょうたんの幼虫だと思う。間違いないと思う。で、多分ね、大ひょうたんの幼虫が映像で撮られる、流されるっていうのは、もしかしたら世界初
日本初イコール世界初だとか、はい、分かんないよ、どっかの大学かなんかで記録で撮ってるかもしれないし、はい、多分、ね、公表さ、一般公表ねされてる中では氷炭の幼虫は何かで画像見たことある、はい、大氷炭の幼虫は映像はないと思う、もしかしたら世界初、すごいよ、間違いないと思う、へえ、大アゴでかっ、うん、襲ってくるもんだって、ほら大アゴわかる、逆ハサミ虫みたいな、うん、ああなるほど、そう逆ハサミ虫みたいな感じ、本当ですね、